まず7失点の後この勝利です。どんな風に捉えてますか？チーム全体として今週はすごい盛り上げて絶対次の試合勝つっていうことが大事っていう気持ちをみんな強く持ってやれてたんで、その練習でやってきたことがその試合でいい方に行ったなっていう感じです。石浦選手大事なところで投入されましたけど、監督から何て言われてたんですか？いつも出るときはいつも今までやってきたことをやれっていうふうなことだけしか言われないんで、今日も今までやってきたことをやれって受けて通せっていう、いうことだけを言われました。うまくボール引き出したりとか裏へのパスとかすごい持ち味発揮されてぐっとこうチームの流れを良くしたように見えたんですけど、ご自身は手応えとしてはいかがでした？アシストもゴールもできないんで、自分的には悔しい思いです。ゴールになりませんでしたけど、平選手、石浦選手、山下選手とかいうシーンとか結構いいチャンスとか作られましたよね。でも決めれてないってことは、俺のパスがあんま良くなかったっていう風にいつも捉えてやってるんで、もう少し前の方にワンタッチでシュート打てるぐらいのところに出せてたら決めれたかもしれないし、そこはまだ映像で見てないから分かんないですけど、もっと高めていきたいなと思います。とはいえね、試合後ニコニコ笑顔だったじゃないですか。あ、そうでしたっけ？はい、グラウンドで、あのピッチで、終わった後、ちょっと石浦選手ね、最近交代で出て、試合終わった後、悔し泣きかな、泣いちゃってることとか、ごめんなさいね、泣いちゃってて、私たちから見たら可愛いなってちょっと思っちゃうんですけど、多分悔しい思いが多分試合後とか多かったのかなと。そうですね、自分、去年から自分はその出た試合で一回も勝ててなかったんで、今日初勝利できて嬉しかったです。だから今日ニコニコだったんです。そうですね、やっぱ勝利ってすごいいいものでした。最高です。ファンのサポーターたちのそのなんていうの、活気とかも全然違ったし、みんなで喜べたかなと思います。見ているほかとしたら、今日石浦選手のプレーですごくこういいものをたくさん見せてもらったと思うんですよ。もっとこう長いプレー、時間プレーしたいなとか、そういう思いっていうのはありますか？それももちろんあるし、スタメンで出たいっていう気持ちもあるけど、やっぱり結果を残したいですね、早く。どんな結果ですか？アシストでもゴールでもどっちでも。今日は佐藤選手が2ゴール取ったというのも刺激にはなりますか？そうですね、両君とはキャンプの頃から結果残し合ってるライバルかなと思ってるんで、ゼルビア戦も涼也君がアシストしたけど、自分は何もできてなかったんで、次は結果残せるように思います。これから全部の試合勝つんで熱い応援お願いします。